トマトジュースなどを製造している工場が、コロナ禍で休止していた工場見学を再開することになり、このほど那須塩原市の工場で新たに設置した PR 施設を公開しました。愛知県名古屋市に本社があるカゴメの那須塩原市の那須工場です。こちらの工場ではトマトジュースなど野菜飲料を年間およそ4億本生産するカゴメ最大の工場です。カゴメによりますと、コロナ禍前には1年間におよそ7000人が工場見学に訪れていました。コロナ禍により工場見学を2020年から中止していましたが、今月から再開するため見学者向けの PR ルームを新たに設けました。 PR ルームは野菜の会社を体感できる施設をコンセプトに、工場見学の前に野菜や工場について楽しく理解してもらう体験型の施設になっています。シンボルとなる高さおよそ3メートルの木で作ったトマトツリーがフロア中央に設置されているほか、さらにトマトと人参、かぼちゃの巨大オブジェもあります。大型タッチモニターでトマトジュースができるまでの様子やデジタル絵本を楽しめるほか、室内に隠された QR コードなどのマーカーをスマートフォンで読み取ると、AR と呼ばれる拡張現実でトマトの木が現れるといったバーチャル体験もできます。他にも野菜の摂取量を簡単に測定できる計測器もあり、楽しみながら学べる施設になっています。カゴメはですね、トマトの会社から野菜の会社になりたいというふうに考えております。この PR 施設はですね、いろんな皆さんがですね、見て触れて楽しめるコンテンツがですね、充実しておりますし、見学を通じてですね、カゴメのことをよりよく知っていただきたいなというふうに思っております。工場見学は今月19日から再開し、料金は無料ですが、ウェブからの予約が必要です。